7月2日に放送される MBS テレビ、数回、アカシアテレビ、24時1分から24時58分まで、関西ローカル、で、7月1日に63歳の、誕生日を迎えるアカシアさんまにちなんで、さんまの誕生日企画、実際どうなん？アカシアさんま、を2週にわたって放送する。数回、アカシアテレビ、で、アカシアさんまの誕生日企画を放送50人の客席に拍手で迎えられた。さんまは、MC の雨上がり決死隊に、お前らもいずれわかると思うけど、何にも嬉しくない。55歳くらいから嬉しくないな、もう言わんといてほしい。本人は、散歩するの嫌がる犬みたいにちょっとでも踏ん張っていたい、と本音を吐露する。今回は芸能界のさんまファン9人がスタジオに登場。ファンとしてのさんまへの熱い思いや、ファンだからこそ知るさんまの素顔を披露する。中でも爆笑問題、太田光と結婚する前からさんまのファンだったという太田光代は、笑っていいとも、時代のさんまのオーラの凄さを熱く語り、一目惚れ、と告白。バタラジオで6年共演したモーニング娘。18の飯窪春菜は、さんまからプレゼントされた T シャツを着て登場。元女子サッカーの丸山桂里奈は、さんまとお揃いで買ったというグッズを持参。さんまに似ている、という、ジョーズ、のリュックにさんまも苦笑い。また、さんまから、信じられない、とファンを疑われる兄弟卒のヒャダインは、1。5年前の学生時代にこの番組を観覧に来た時の映像を披露し、さんまもびっくり。この他さんまの大ファンで初めて会った時に泣き出した元 NHK アナウンサーの住吉美希、恋のから騒ぎ、一期生の島田律子、舞台で何度も共演し、お。以外のさんまの顔も知る俳優の山西敦史、そして、ここに来れたのが夢のよう、というさんまのモノマネタレント、ほいけんたと、濃いメンバーがずらり。テーマに沿ってエピソードを披露していく。私はこれでさんまファンに、では、山西が中学生時代にテレビ番組で見たさんまの強烈なインパクトを激白。笑いながら水に落ちてた、という当時のさんまの貴重な映像を紹介し、さ、馬が恋のキューピッドになって今の奥さんと結婚した話も披露する。また、飯窪はさんまを、可愛い、と思った瞬間を、島田は最初の収録の時、と思い出を話し、重森は、人生を変えてくれた人、とさんまに改めて感謝。このほか、私だけが知っている、さんまさんが喜ぶスイッチ、さんまさん、と大好きな瞬間、などのテーマで思いもよらぬエピソードが飛び出す。MBS 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。